はい、それでは内臓のセルフストレッチを紹介していきたいと思います今回のテーマである肝臓と胃のセルフストレッチを紹介したいと思いますまずは肝臓からです肝臓は自分から見て右側この部分に位置しますそして肝臓の可動性は全額面で見ると このような可動性がありますそして四畳面ですね四畳面でいうと肝臓は前に転がるような可動性を持ちますそして水平面水平面では半時計回り自分から見て半時計回りに可動性を持ちますそれではストレッチを行っていく前に まずは呼吸状態を確認します。ご自分の呼吸、今の状態を感じます。そして。手を、右手を挙上させて。今の肩の可動性。感じていきます。 それでは、まずセルフストレッチをするためには、強制短縮位、肝臓の強制短縮位が重要になってきます。肝臓を強制的に短縮するためには、まずは体幹を屈曲させます。そして、右に側屈左に回旋させることによって、肝臓を強制的に、えっと短縮位、強制的な短縮位に持っていきます。 そして両手で肝臓の肝炎を捉えるように手を入れていきますでこの状態で呼吸をしていきます息を吸ったときに肝臓が下に下がってくるこれを両手で捉えていく 息を吸った時に肝臓が下がってくる吐いた時に肝臓が上がってくるこれを両手で捉えます吐いてふ吸って吐いてふはい。 それではセルフストレッチをした後呼吸の状態を感じます先ほどに比べて呼吸の入りやすさ右の胸郭の広がり感じます最後に右手を上げていただいて肩の可動性先ほどと比べて肩の可動性に変化があったか感じます はいこれが肝臓のセルフストレッチになりますで時間ですが大体90秒から120秒ぐらい行うと良いかと思われますはいそれでは今度は胃のセルフストレッチを行っていきます胃は自分から見て左側このぐらいのあたりに位置しますそして胃の大湾側 ここを支えるようにストレッチするそして触診でもやった小腕側ここをストレッチするこのようなストレッチになります体をまずは屈曲させることによって大腕側を支えるで息を吸ったときに胃が下がってくるところを捉えますそして体が体を進展させ 息を吐いたときに胃が上に上がってくるところを小腕側で下にぐーっと下げることによって胃のストレッチになりますそれでは先ほどの肝臓と同様にまずは呼吸状態を確認しますそして 左,左肩の肩の可動性を確認しておきますはいそれでは胃のセルフストレッチを行っていきますまずは体幹を屈曲させていきます屈曲させてまずは胃の台腕側を両手で支えていきます 内臓の模型を使うとこのような形このような形で支えますで体を屈曲させて胃の大腕側膨らみ下の湾曲しているところの膨らみをまずは捉えますここで息を吸っていきます そうすると胃が下がってくるのを下がっていきますのでそこを両手で捉えていきますで息を吐きながら体を進展させていきますでこの時に胃が上に上がってくるところを小腕側ちょうどこの部分ですねこの部分で下に下げるようにストレッチをしていきますそれではやっていきます 息を吸って胃の台腕、胃が下がってくるところを捉えます。息を吐きながら体を伸展させ、小腕側を下に引くようにストレッチをしていきます。もう一度、息を吸いながら体幹を屈曲させていきます。胃が下がってくるところを両手で支えるようにストレッチをしていきます。 息を吐きながら体を伸展させ胃の小腕側を親指で下げるようにストレッチをしていきます繰り返していきます息を吸いながら体を屈曲させていきます胃の大腕側息を吐きながら体を伸展させ小腕側繰り返し行っていきます息を吸います 吐きながら下に下げるように体を伸展させていきます息を吸って体を屈曲させる息を吐きながら体を伸展させ小腕を下に引っ張るようにストレッチしていきます はいありがとうございますそれでは呼吸状態先ほどと比べて変化があるかどうか確認してきます呼吸のしやすさであったり胸郭の広がり変化があったか感じます左手を上げていただいて左肩の可動性変化があったか 感じますはい、こちらの胃のストレッチに関しても90秒から120秒やっていただくと効果が得られるかなと思います以上で内臓のセルフストレッチを紹介しましたありがとうございました